ベーツェ空港は、ドイツのノルトベストファーレン州、クレーベ近郊のベーツェに位置する小規模な国際空港である。ベーツェの市街地から南西に 3.7km、ケーベラーの北西 7km、南東に 48km 離れた同国のデュイスブルグよりも北西方向の内面辺との方が距離は近く 33km である。もともとは、 ドイツ中流イギリス空軍のラールブルフヘ空軍基地として建設されたが2003年にイギリス空軍が撤退して以降は民間飛行場となって現在に至る。本空港は第二次世界大戦末期の1945年序盤にイギリス陸軍がライン側の都下構成に備えて建設した前線発着場 B-100 に始まる。 当地には3600フィートの穴開き後半、ピアーストスチールプランキング式の仮設滑走路と3000フィートの緊急用草原滑走路が付設された。終戦に伴い同発着場は一旦放棄されるが、冷戦勃発に伴い、イギリス空軍は1954年に8415フィートの本格的な滑走路を有するラールブルフヘ空軍基地。 ウィキデータを建設し駐留した。1968年に西ドイツ空軍へ引き渡したガイレンキルヒエン空軍基地を除くと冷戦終結後の軍縮に伴ってドイツ中流イギリス空軍の近隣の基地はビルデンラート空軍基地が1992年にブリュッケン空軍基地は2001年に閉鎖、主要基地という位置づけのラールブルッヘ空軍基地も イギリス空軍の撤収に合わせ2003年に閉鎖、民生空港に転用された。イギリス空軍撤退後は、ライアンエアーが拠点としている。当初この空港は、デュッセルドルフ・ベーツェ空港として案内されることになったが、実際には南方に位置するデュッセルドルフとはおよそ8 0トル隔たっている。2005年、デュッセルドルフから遠すぎるため、 デュッセルドルフの名を冠するのは詐称であるとして法廷に訴えられ、デュッセルドルフの名を冠することを停止する、要裁判署命令を受けた。2003年以降、ライアンエアーのほか、ウィズエアー等の格安航空会社が就航し、XL 航空等のチャーター便も運航されている。開港初年に20万人ほどであった利用者数は、2007年には85万人。 2008年には150万人、2009年には240万人となっており、2013年までドイツ国内で最も急速に旅客数を伸ばす空港の一つであったが、ライアンエアーの路線網の見直しを受け、2019年の旅客数は123万人にとどまった。デュッセルドルフ、ケルン、ドイツ鉄道ベーツェ駅などからバスが運行されている。ウィキメディアコモンズには、 米津空港に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。